セレスティン・ババヤロは、ナイジェリア出身の元同国代表サッカー選手。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。ナイジェリアの黄金の世代の一人である。1994年に、ベルギーの RSC ・アンデルレヒトで、選手キャリアをスタート。1996年のアトランタオリンピックでは、ナイジェリア代表として出場し、金メダル獲得。 決勝戦では自らゴールを決め勝利に貢献した。この活躍により1997年にはイングランドのチェルシー FC に移籍。1997から98シーズンの UEFA カップウィーナーズカップ制覇に貢献した。2004年、出場機会を求め入荷するユナイテッド FC に移籍。2008年1月、デビット・ベッカム所属のロサンゼルス・ギャラクシーに 自由契約で移籍。しかし、同年3月に契約を破棄し退団。その後2010年に現役引退を表明した。1994年11月23日、UEFA チャンピオンズリーグにて、対ステアがブカレスト戦に出場し、16歳と87日という最年少出場記録を達成した。2020年12月9日現在は、 史上2番目の最年少出場記録となっている。ありがとうございます。